はい、それでは364、やっていきましょう。どんな感じかと言いますと、こんな感じですな。前回ちょっとね、まさかの長路に攻められて、今戦ってます。はい。援軍を送りたいかな、どうしようかなと、ちょっと迷ってるところですね。あとは、この劉備軍をどうにか、したいなぁと思ってるんですけどね。285、いやー数が多いね。でも今関羽がいないからね、ちょっと倒すにはチャンスであるかもしれないという気がしないでもないようなという状況ですかね。こちら側で、まあ、人がね、91どうなもんかいなと思うんですけど、なんかね、練習を続けていきましょう。あ、その前にお金をあげて忠誠度を上げておきましょうかね。お金が増えましたからね。練習82、アイテムをあげよう。ちょっと待って、本物をあげてしまうとなんかもったいないな。ケチ。全部本物じゃん。ねえ。全部本物ですよ。どうすっか。いいや。はい。本物。よっしゃ。もうこれでもうお前は逃げられんぞ、この野郎。ちょっとキリキリ働いてもらいますよ、本当に。だけかな、移動するのは。お金はいい。兵糧はちょっと持っていく。兵士持っていく。はい、それでよしと。これでこの人数で来月攻め込むと、ね、3月末に後半戦ありますからね、これが可能ということです。はい、ここは訓練しましょうかね。兵士390ですからね。数の上行けばめっちゃすごいですけどね。あと総評をどうにか、したいなと思ってるんですけどね。困ったなと。はい、辺境の地です。もうこんなところにね、人をやっている余裕はございません。全員どうです。もう次来るときはもう最後のね、戦いが終わった後だと思いますんで。東洋を持っているわけでもないからですね。これ以上ちょっと徴兵すると住民反乱があるので、ちょっとやめていきましょう。あとはね、ここでもっと頑張ってほしいですけどね。まあしょうがないと。ここもしょうがないと。東洋をもらいます。超運お願いします。いやー超運ちょっと今ね、咳が最近止まんなくて困りますよ、ほんと。うい、寝ぼけてます。ちょっと待ってくださいよ、移動してもらいますね。ちょっと金、兵糧、兵士、まあ、とりあえず保留しましょう。とにかくこの閉まった、一人だけ残して何やってんの。まあいいけど、
特徴。お願いします。強運様お願いします。仲間になってください。困るなぁ、そういうの困るなぁ。強運様お願いしますよ。めちゃくちゃ期待してますから、本当に頑張ってくださいよ。よし、やった、やったやった。もう強運を回収しよう。中性で低すぎるのはちょっと困るんですけどね。ちょっと待って、強運様に褒美与えますけど、うわ、58。これはひどいな。なんかあげよう。どうすっか。強運には成功の剣が2役に合うな。72。それでも72。ちょっとこれで対処あんまりやりすぎですかね。こういうこと。勇気ね。どうすかな、これ。埋伏の系しちゃいます？一人二人ぐらいね。向きはうまくいけば、もしかしたらうまくいくかもしれないですからね。埋伏の系、優秀なやつは東証にしますか。2人ぐらい埋伏させましょう。で一生褒美与えてきます。なんか中性低いな。中性度が低いのは気になりますね。本当要素お願いします。仲間になりました。私はね、東洋を頑張ってもらうって感覚ですよ。やる気になってる人を一応やってもらいましょうかね。お願いします。ほいほい仲間になるね。心身おいで。あ、残念。はい、この際だから仲間に引き入れとこうみたいなレベルですよ。あと一人か。うまくいくかな。こうやっていただきたい。仲間になった。もう本当にこれ、ね、確率なんですかね。運というかですね。そんな気がしますよ、ほんと。いやー、中性度低い。こやつら低いわ。
訓練しちゃいましょう。訓練を実行しました。ここはもう、コミック型からいいか。はい、何もできません。13ですからね。あれ、ティードしたんだっけ。ティードしたのか。移動させましょう。森林を移動させる。はい、金、兵糧、立派ですな。金、兵糧は別にいいか。不良武将、足場牢、不良武将だったんだっけ。すっかり寄せてました。おお、素晴らしい。金が増えたから助かりますね。人を投与しましょう。人増やしパントですね。いや、相変わらず仲間にならねえな。心配。終わっていただきたい。お、やったな、これやった。じゃあ投与しますね。ね、書くと。探しておいででございます。お、この勢いでみんな投与終わらせたいですけどね。おっと、ちょっとちょっと、そういう戦いやめてほしい、本当に。一人一人で十分なんだけど。お願いしますよ。ひー、恐ろしい。逆賊逆賊言われちゃうとね。遺跡は嫌いなのかな。なんかそう思っちゃいますよね。加わっていただきたい。あ、もうやった。扇を配ります。中性で低く、びっくり数が低いね。徴兵もして、あー、ひどい。中性度は低いし、威力も低いし。兵員がまともに見えるね。さあ、どこを偵察させようかと思えば、ここかな。こちら何もできんすもんね。そうっすね、もうありかな。やりきった感はありますもんね。はい、おやすみ。おっと、三月族。
つになっちゃいましたよ。今日は追加ではしなかったですね。よかった。あれ歩兵罰だっけ、運州って。やっちゃったな。しまった。まあ、いっか。100米は十分でしょう。失敗したな。これで安泰でしょう。いいね。心配優秀やな。84だぜ。こうやっていただきたい。うふうダメよ。ざるか。対象は悪くないはずだが、こうね、炎症をね、ちょっとこうやられた仇みたいなのは三国将にはなさそうな。もうとにかく遺跡は嫌いやっちゃうね。うちの企画のこと絶対仲間ならんもんね。なんかそういう内部数字的なものになってるんですかね。お、仲間になった。とにかく声をかけると。遺跡もね、割と政治力84だった気がするんですよ。重視。ほら来た。やっと来た。をちょっとやってみますか。どうだ。心配と奇跡と、このメンバーですかね。いいでしょう。よし、行います。この魅力の高さは頭一つ抜けてますね。すごい。あ、それ以上忠誠度は低い。出ていったりしないかな。気になりますけどね。どっちかっていうと文官タイプですね。なんかあまり、ね、武力は強くないみたいな。あ、ついに100になっちゃった。褒美を与えてあげましょう。うわ、しかしね。長は72。アイテム？石とばを与えちゃうの？あげすぎじゃない？ 75、全然上がんねえ。残ってないといかんか。ね、
兵炉。兵士持っていく。こちらをね、攻めたいっすからね。3人いる。はて、埋伏を送ったんだっけ。いや、全然覚えてない。まあ、正面決戦で倒しても全然いいっすけどね。高いかな。超バックは大丈夫そうな気がする。乗り出ましたね。すごい。9人になってる。わーおー。そっか、あれ1点。あれ2人いたよね。誰だっけ。移動しちゃったのかな。あ、移動してる。ちなみに92やね。まあ多いっすもんね、割と。10ですから、まあ数えで勝ってますからね。実行中か。中精度低いわ。しかし上げないのもケチですけどね。159ちょっと欲しいな。何人ぐらい余ってるのかな。結構人余ってますね。余ってるんだったら3人4人ぐらい。はい、けど兵糧をちょっと持っていかせますか。よいしょよいしょ。こちらで施しをさせましょう。これ住民反乱起こったら嫌ですけどね。ここも待ってた。
まあ、来月攻めさせようかな。ってどうですかね。回復で、このね、こういうのとこう、したいっすけどね。後世。まあ、うまくいけばね、どうぞっていう感じですね。特殊も与えて、どうしようかな。まあ、いっか。こちら。さて。数は多いけど、能力がね、いまいち弱いんですよね。できれば優秀な人を一人、こちらにトレードしてほしいですけどね。はい。できれば、ですけど。いやー、品質はすごい。増えましたね。数も多いし質もいいこう兵士なので、そう簡単には負けないと思うんですよね多分。ここに攻めてくることは、まあ、あんまりないかなというふうに思います。あれ、褒美、褒美あげたっけ。あ、あげたね何してかも覚えてないですね。はい、もういいでしょう。はい、終わり。もう一番の関心事は先月からの戦いを無事に終わらせるかどうか、まあ、そこでしょうからね。さあ、戦いを再開します。練習はここでしょう。よっしゃ。いや、ここ、はい。さあ、蝶屋も逃げる以外は選択しないと思うんですけどね。出ますね。あ、千人を打つのと百人を打つのと大して変わらないでしょうけど、まあね、場所が悪いところで戦ってもらった方が助かりますわ。見えないのか、早く。一年。一応一個取っと開ければ、どうなることかなと思うんですけどね。これ30。絶妙なとこですね。ちょっと開けておきますか。はあはあ、
いいよと、上がってきてもいいよっていう、このさあ上がってくるかな、さあ上がってきた、これは握手でしょう。いや悪い手ってことですね。さあ、突撃試合、よっしゃ、これは勝った。突撃試合、よっしゃー、全滅、全部吸収したね。そうよ、やったね。よっしゃ、二人目。ダメダメ、ほりょほりょ、ガハハハハ、やったぜよ。なのか、まあ勝ったから良かったですよね。ちょっとここはね、状況知りたいですけどね。あ、そうなんだ。まあたくさんのメンバーで攻めたけど、こちらが返り討ちにして差し上げたからですね。今日のはもう偶然ともしびでしょう。修正度高いな。100上げよ、100。贅沢に行く、贅沢に。そう、これも欲しいな。だ、買っちゃいましょう。3万は行き過ぎやと思うけど、この相場ならよろしいでしょうって、これ以上にいい相場はございませんって。やっぱすごいね。100人援軍を切って寝返った人もいるし、そう考えるとかなり兵士の数が減りましたね。激戦だったと思いますよ、本当に。あ、裏切るとな、まあ裏切っときなさい。あ、そうそうですか、貸す力はないとな。諦めずにもう一回いきます。あ、即断り。あと訓練していきましょうかね。精度を上げるのも大変っすよ、ほら。精度は低い、本当に低い。
定させましょう。見て、信憑に合わせるか。ここっすかね。どうしようかな。まあ、こっちですかね。バトをやっつけたいですけどね。調子乗ってるから、ほら。調子乗ってるかどうかわからんけど。腰を与えて、お、どうぞどうぞ。みんなやる気十分やな。まあどうぞやってくださいって感じです。よっしゃ、十分です。やってねえかな。やらんか。三人か。カオン様がいますからね。負けちゃうんですよね。負けないと思うけどな。多分。急に余計な人員を割かないといけないからですね。行きましょう。させます。ご飯で一人。さあ、せ。さあどうなる。ないか。まとめてたか。残念。一番ベターな戦略ですからね。これずっと私が待ってたら兵糧切れですよ。これそんなせこいことはしませんけどね。もうちょい向こうで足を使いましょう。さあ、登ります。確証がいるのが非常に厄介ですけどね。まあ十分でしょう。ちょっと
こやつが登りきりました。よっしゃ、打ち勝ってます。寝返りを工作します。随分ね、こう、こちらの損害が少なくて済むんですよね。まあ、どうせ寝返らんから雑なことしましたけどね。寝返ってくれ、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 寝返ってくれ。1ヶ月以内には絶対勝利したいんですよね。君主に寝返りを仕掛けて作り得ることってはないんでしょうかね。できませんって多分出るんですよね。3対1か。かかりますね。次を押したいですけど、37。逃げた。こうやって入隊できてるといいっすよね。隅っこに追い詰められるから。おっと。引きが下がった。マジか、初めて見た。花公園様、罵声に騙されるのが。そうなんだ。終わり。勝利です。いいんですけどね、大事ですよ、そういう処世術的なね。一人ですよ。まあ、うまいことやってさせてみたいですけどね。
表の中性度低すぎる問題。移動して玉突きさせますか。金。金を持ってかさせた方がですね。ギョって急性のどんぐらいなのかな。めっちゃ低かったら嫌だけど、まあ、100さすが。見たいけどな。恐怖の中性が低すぎるのがちょっと問題だな。じゃあどうですかね。兵士の数がすごいいっぱいやからっすよ。素晴らしいっすわ。どうしようかなとちょっと思っております。何人かちょっと上にね、兵士を送ってあげたいけどね。こっちは訓練してましたっけ？あ、自己管理ないな、そう。そんなもんですかね、今月は。訓練したよね。しましたね、はい。終わりです。じゃあ、こういう様をね、今度倒すことができたから。する勢力がどんどん減ってくるから戦力を集中しやすくなると、まあ、それで勝てるわけですよ。はい、そういう戦い方ですね。弓と馬頭が、そうですか。おっと、変換。我が弟を助言。そうか、そうか。じゃあ拒否だな。畜生に劣る人よ。いや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 。お前が言うなって。ということで、今回はこれで一回おります。